波エネルギーは今日のエネルギーです。波は静かで目立たず、予測ができ、環境に良い、永久に得られるエネルギー源です。我々はそれをベイブローラーと呼んでいます。ベイブローラーは海底12から18メートルの深さに設置した基礎に取り付けられるパネルの動力に基づく波エネルギーコンバーターです。コンバーターは波の往復運動によって働き、波は海の天候に関わらずいつも存在しているので、穏やかな天気の時も電気を発生させます。パネルはピストンポンプと発電機を回転させる油圧システムにエネルギーを伝導させます。生まれた電気は海中のケーブルを通して海岸にある配電網に送電されます。我々は長年にわたりこのコンセプトを試し開発を行ってきました。その結果、現在サンユニットファームによる生成されたパイロットプラントがポルトガルの海岸に配置されています。パイロットプラントではそれぞれ最大出力 100kW の3つのユニットが試験的に1つの大型潜水容器に接続されていますが、実際には必要分のユニット数を海底に設置することができます。この容器は海水を注水・放水することによって潜水艦のように水中での位置を変更できます。そのためプラントへのアクセスやメンテナンスが非常に容易、そして安全に行うことができます。ウェイブローラーは環境に優しいシステムです。パネルは海水の自然な動きに従いますので、海生動物や海底環境に害を与えません。また海中に設置されますので、騒音や私的公害の問題もありません。実際ポルトガルのパイロットプラントは自然保護区域の内部にあります。ウェイブローラーは荒波や巨大な波に影響されません。物理的な機能のおかげで強すぎる波は水平に配置されているパネルの下に流れます。その適応差はより少ないメンテナンスに結びつき、投資効果の高いものとなります。もう一つの利点は拡張性に適していることです。次世代のウェイブローラーは配置海域の波の力量に応じて500から 1000kW の出力となります。モジュラー形式の設計なので、必要に応じその場に合ったユニット配列を設置することができます。また何かの理由で一つのユニットが停止した場合でも、他のユニットの発電に影響を及ぼすことはありません。波は海洋を数千キロにわたって海岸に到達します。そのため訪れる波の状態を5、6日も前に予測することができます。これはエネルギーシステムにとって当然の利点です。波はどこにでもある天然資源であり、世界の大いなる未開発の再生可能エネルギー源です。ウェイブローラーはそれを最大限に活用します。ウェイブローラー、それは波のパワーです。